ヨガファイヤー。はい、皆さんこんにちは。ということでですね、先ほどでもないのか、結構前ですね。結構でも前でもないですけど、二つ前か一つ前ぐらいの動画で、買って後悔したものっていうね、タイガーアッパーカットものっていうね、動画を上げさせてもらったんですけど、僕が逆に買ってよかったもの、買ってよかったものを、紹介させてもらおうと思います。これほんと忖度抜きでガチでよかったと僕が思ってるものですね。まず一つは、この僕の指先で今撫でているマルコさんと言いたいとこなんですけど、まあそこは置いといて、買ってよかったものです。ものということで、はい、紹介させてもらいたいと思います。僕ね、このものなんですけど、6回ぐらい今リピート買いしてますね。最初どうかなと思ってたんですけど、あまりにもね気に入ったんでね、今6回目です。で、まあ、例の前にじゃあこれ紹介させてもらいますね。これです。 CBD オイルですね。これ CBD オイル、これね、ほんとすごい気に入りました。今これなしでは過ごせなくはないですけど、非常に重宝してます。いろんな効果があるんですけどね、あると言われてるんですけど、僕が体感したのはやっぱ不眠ですね。うん、不眠ですね。僕ほんと寝れなくて、いつもね、もうちょっと薄明るいっておかしいかな、朝方にならないと本当眠れなかったんですよね。で、次の日、もう体きついですよね。でも起きなきゃいけないんで。っていうね、本当短眠だったんですよ。うん。もう昔というかね、もう結構短眠が続きましたね。はい。なので、体には悪かったでしょうね。非常にね。うん。それが、この CBD オイルをね、取るようになってから、摂取するようになってから、ほんとね、ぐっすり、気がついたら朝みたいな感じですよ。今のこのマルコさん状態です。あ、マルコさんちょっと目開けたけど。おて。はい、そんな感じでしたね。でね、あまりにも、最初、これ一つ使ったぐらいの時は、まあ、CBD オイルが効いてるのか、たまたまなのか、ほんとわからなかった。わかんないですよね。なので、まあ、プロテインとかと一緒で続けないと効果なかなかわからないですよね。なので最初1本使いました。はい。そして徐々になんか本当眠れるようになってきたんですよ。うん。でも本当に CBD オイルなのかどうかを検証するために1週間やめたんですよ。そしたらちょっと眠りがやっぱりね、やっぱ不眠になりました、ちょっと。そしてまた再開したんですよ。そしたらやっぱね、眠れるようになったんですよ。マルコさんみたいな感じです、今の。なので、今続けてます。で、まあメーカーはね、極端なし、どこでもいいんじゃないかというか、逆にわからないですよね。うん。まあ電化製品みたいにね、ソニーがいい、パナソニックがいい、まあ中華製とかはダメだとか、中国製はダメだとか分かるのと違って、そんなメーカーの名前言っても分かんないですよね。これちなみにファーマーヘンプっていうんだと思うんですけど、これね、楽天だったかじゃなくて楽天ですね。楽天で売ってます。楽天で僕は何回か買いました。アマゾンでも買ったな、1回か2回。値段はねほとんどどっちも変わんなかったと思います。9800円だったと思います。はい。その時によってちょっと値段変動するんで、何とも言えない性格なのはあれですけど、9000ちょっとぐらいです、大体。うん。はい。はい。で、これね、ここ見えますかね。6.6% って書いてあるの見えますかね。見えないかな。6.6% って書いてあるんですよ、ここ。ね。これ、まあ、CBD の濃度ですよね。まあ、オイルの濃度ですよね。もちろんこれが濃い方が効果はまあ高いですね、普通に考えてね。うん。いろんな濃さがあるみたいなんで、次はね、もちろん濃い方が高いんですよ。
高いんですよね。なんで入門編としてはこれいいと思いますよ。うん、 6.6% あんまり低いと当然ながら効果もまあ出ないと思うんで、やっぱり最低これぐらいなのかな。うん、もっと強いのもあるみたいなんで、これもしというか、これなくなったらもうちょっとね濃度の濃いやつをね買ってみようと思います。でもね、もっと高いんですよ、当たり前ですけどね。まあでもCBD オイルすごい僕気に入ってるんで、これ十何パーセントのもあるんですよ。2万円だったかなんか、そんぐらいするんですよね。結構な額のような気もしますけど、まあ本当いいですね。僕にとっては本当にこれ今重宝してます。うん、なんか鬱にも効果あるとか、まああとな転換とか、なんか筋肉疲労とか、筋肉疲労に一応僕運動してるんで、キックボクシングと BJJ をやってるんですけど、そこに効いてるのかどうかは、もしかしたら効いてるのかもしれないですけど、体感ではないんですよね。うん、効いてるのかもしれないですけどね。サプリメントとかと一緒ですね。なかなか体感するまでって、効果わからないですよね、なかなかね。ただ不眠に関してはもうこれはもうね実感しております。マルコさんが伏せてきましたね。はい、ということで、僕が買ってよかったものに関してはやっぱこの CBD オイル、はい、これを本当にお勧めしたいと思います。はい、これはねぜひとも買ってほしいですね、皆さんにね。これは後悔しないですよ。うん、はい、ということで、もしちょっとでも興味ある人いたら、名前とかぐらいは聞いた時ある人多いと思うんですけどね。使った時ある人は少ないかもしれないですけど、日本だとね、海外だと本当にスポーツ選手とかもバンバン使ってますよね。僕は本当にこれ不眠に関しては非常に効いたので、はい、個人的な意見ですけどね、本当におすすめです。これなくなったら濃度の高いのちょっと買ってみようと思うんで、そしたらまたレビューというか紹介というかね、させてもらおうと思います。はい、僕が買ってよかったもの CBD オイルでした。タイガーアッパーカット、マルコ入る、マルコ入る。うわ、いい子だな、すごい勢いだな。マル、家が傾いたぞ。マルコ T、 おかわり、おかわり。はい、すごいな。すごいな、マルコ。いい子なの。はい、ここ。おい、わかったぞ。